こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、どうしたんだ？なんかニュースで、ホンダが NSX の販売終了しちゃうってやってたんだ。もうか、この前発表されたばかりな気がするんだが。でしょ？せっかくスポーツカーが復活してきたと思ったら、あっという間にどんどん消えていっちゃうよ。そういう時代なのかもしれないな。そんなことを考えてると、80年代ってスポーツカーが増えてきた時代でいい時代だなって思ったんだ。なるほどな。では今回は80年代にデビューした CV スポーツカー10選について紹介していくぜ。やった。ゆっくりしてってねー。まずは日産サニーだぜ。あ、そういえばなくなったね。あ、サニーは1960年代後半から2006年まで長期間にわたって販売されていた車だぜ。もともと1960年代初頭に日産ではブルーバードを販売していて、当時のブルーバードは 1000cc から 1200cc の小型乗用車だったんだ。ブルーバードって小型だったんだ。ああ、それがブルーバードが 1200cc 以上を主力としたモデルに移行したので、小型乗用車クラスが日産にはなくなったんだ。そこで開発されたのがサニーだぜ。なるほどね。そして1977年に4代目 B310 型が発売開始されたんだぜ。実はその前の3代目 B210 型は、高度経済成長期で豊かになった国民の心をつかむべく、大型化大排気量化されたんだが、大きく重いボディ、曲面要素の多いスタイルが逆に不評だったんだ。そこで、B310 型では、カビな装飾をなくし、直線的かつ実直的なデザイン、そして軽さを取り戻すなど、本来の良さを取り戻し、さらに1980年のマイナーチェンジで良さをキープしつつ排気量もアップしたことで、大人気となったんだぜ。ターゲットを変えるとなかなか難しいんだよね。よく思い切って元のコンセプトに戻したよね。そうだな。そしてサニーといえば、1980年代、DS レースや富士フレッシュマンレースといった、小型クラスのレースにも参戦しており、これも人気に拍車をかけていたんだぜ。確かに昔の富士スピードウェイのレースといえば、この車のイメージがあるね。ああ、こうして販売台数はなんと627,824台となったんだぜ。すごい大人気だね。次はトヨタソアラだぜ。おお、あったねー。ソアラは、1981年に発売開始されたんだが、実は開発は1976年から行われていたんだぜ。当時日本車は、アメリカを中心に、海外でも高い評価を得ていたが、それは小型大衆車だけであり、上級車種についてはさほど評価を得られていなかったんだぜ。確かに、この頃の国産高級車ってイメージないもんね。そうだな。一方トヨタ車内では 2000GT のような新しいイメージリーダーが欲しいという声が上がっていたこともあり、これらを合わせ、世界レベルで通用する高級 GT カーを目標に開発されたんだぜ。そして出来上がった初代ソアラは、クラウンで培ってきた贅沢さを、ツードアクーペの形に集約したもので、世界に大きなインパクトを与えたんだぜ。さらに、2.8 リッターの直列6気筒 DOHC エンジン、パワーステアリング、さらにエレクトロニクスを多用した計器類や操作類、極め付きは、空気による調節機能までついたレザーシートなど、すごい仕上がりだったんだぜ。高級感漂ってきたよ。ああ、実際、清潔感と高級感が満点、さらに速さとかっこよさもあるということで、当時のデートカーの頂点だったんだぜ。当時は女子大生ホイホイと言われるほど、ソアラに乗っていると、女子大生が群がってきたらしいぜ。すごい時代だね。ところが 266.7 万円と高価格であったため、若者にはそう簡単に手が出なかったんだぜ。そんな中、バブル期に突入し、頑張れば手に入れられると若者の欲望が高まり、人気はどんどん上がっていったんだぜ。次は三菱スタリオンだぜ。なんかハリウッド映画に出てきそうなスタイルだね。お、出ては来ないが、間違っていないぜ。お？スタリオンは、1982年に三菱のフラッグシップスポーツとしてデビューしたんだが、これは当時三菱と提携関係にあった、アメリカのクライスラーが、クライスラーブランドで販売を予定して開発を進めていたために、アメリカ人好みのデザインが採用されたんだぜ。なるほどね。アメリカを意識していたため、低中回転域を重視したトルク重視のエンジンだったんだぜ。2.6 リットルエンジンは175馬力だったが、最大トルクは 32.0kg/m と強烈だったんだぜ。実際、04加速で 15.5 秒と、当時としては素晴らしいタイムを叩き出したんだぜ。175馬力でそのタイムって、確かにすごいね。
そうだぜ。さらに、さっき霊夢がハリウッド映画に出てきそうと言っていたが、1983年12月に公開された、香港映画キャノンボール2にて、ジャッキー・チェンとリチャード・キールの、マシンとして登場したんだぜ。ハリウッドじゃないけど、本当に映画に出てたんだ。そうだぜ。ちなみに、グレードは、発売当初は X と GX だったんだが、82年5月以降は、GSR 丸という、GSR が必ずつくようになったんだぜ。GSR と三菱といえば、何か聞き覚えないか？ランエボ？そうだぜ。後年、ランサーエボリューションのグレードは、RS と GSR だったんだが、GSR はこの頃から三菱内では使われていたんだぜ。次はホンダシビックだぜ。お、今でもある車だね。そうだぜ。シビックは、1972年に発売が開始されて以降、ホンダの世界戦略を担う機関車であり、霊夢が言った通り、現在に至るまで、ホンダの乗用車の中で最も長く同一社名で販売されている車だぜ。やっぱりそうなんだ。大衆車の代名詞的存在だったんだが、価格、燃費、運動性能の両立を果たしてもいて、老若男女問わず、幅広い層からの高い人気があったんだぜ。シビックといえば、スリードアハッチバックかセダンだよね。他のモデルもあるが、イメージ的にはそうだよな。そして1983年、3代目にフルモデルチェンジしたんだが、通称はワンダーシビックだぜ。そして、この3代目で大きな話題となったのが、スリードアハッチバック仕様は、後方部分がバッサリ切り落とされたようなデザインだぜ。確かに、なんかこれがシビックって感じするよ。そうだろ。これは当時としては画期的で、1984年にグッドデザイン大賞を受賞したんだぜ。ちなみにこれは自動車としては初の受賞だったんだぜ。すごいね。ちなみに、後方部分はバッサリと切り落としているのに、人が乗り込む居住スペースは、フロントからリアへかなり伸びているんだぜ。確かに。これは、ホンダ独自の MM 思想、マンマキシマム、メカミニマム思想によるものだぜ。どういうこと？マンマキシマムつまり人間のためのスペースは最大限に、メカミニマムメカニズムスペースは最小限にということだぜ。なるほどね。そしてモータースポーツにも参戦していたんだぜ。1985年から開催されていた、JTC、グループ A といった方がイメージしてもらいやすいと思うが、そのレースに参戦したんだ。中でも有名なのが、1987年より参戦していた、モチュール無限シビックだぜ。中古治さんと岡田秀樹さんによって、1987年から1993年までの7年間で、なんと4回もチャンピオンを獲得したんだぜ。半分以上すごいね。このモチュールカラーを見ると、グループ A シビックって感じがするよね。そうだよな。近年のスーパー GT では、モチュールといえば GTR というイメージが強いが、当時はシビックだったんだぜ。次はトヨタ AE86 だぜ。やっぱり。80年代スポーツカーといえば、現代でもみんなが思い浮かべるのはこれだと思うぜ。今でも人気だもんね。ああ、ただ1983年に発売された当時はそこまでではなかったんだぜ。どういうこと？説明すると、AE86 はトヨタの4代目カローラレビンスプリンタートレノの車両形式番号なんだぜ。当時の日本は、ターボによる高出力化、FF 化して、居住性の向上といった思考がトレンドだったんだが、この AE86 は従来と同じ 1.6 リッター NA エンジンと FR の組み合わせ。3代目の TE71 から流用した古いサスペンションといった単純な構造で、同時期に発売されていた国産スポーツカーと比較して見劣りしたんだぜ。確かに。しかし、古いサスペンション仕様だったことが、チューニングを容易にしたこと、そして新規開発の 4AGEU エンジンは、チューニング志向の強い層の支持を受け、徐々に人気が出ていったんだぜ。ところが、1987年、AE92 型にモデルチェンジをしたことで、AE86 は発売を終えたんだぜ。あれ？人気それだけ？ここからだぜ。この AE92 へのモデルチェンジなんだが、FR から FF に変更になったんだが、これによって FR スポーツカーが日本車としてほとんどなくなってしまったんだ。それにより、FR の86が良かったなぁとモータースポーツ関係者やドリフト走行愛好者などの間でも注目されるようになったんだぜ。さらに同時期、土屋圭一さんが AE86 でドリフトを極めている姿が話題となり、土屋さんの AE86 のボディ剛性の高さと、応答性の良さによって、ドリフトを極められた、とのコメントを残したことで発売を終えた後に、人気が爆発したんだぜ。後からだったんだ。
さらに1990年代後半、頭文字 D の主人公藤原拓海の登場車種という理由で、若者の間でまた人気が爆発したんだぜ。そのため、現在では中古車で500万円といったプレミアム価格が付けられることもあるんだぜ。500万円、でも希少だもんね。次は R31 のスカイラインだぜ。お、GTR 復活前最後のスカイラインだね。その通りだぜ。R31 は7代目のスカイラインなんだが、GTR は4代目のケンメリー以降姿を消していたんだ。その後、徐々に GTR 復活の期待が高まっていた1985年に発売されたんだぜ。でも、GTR は復活しなかったんだよね。そうだぜ。R31 は、今回こそ GTR が復活するのではという声が強かったんだ。なのに復活しなかったんだぜ。なんでなの？いろいろな説があるが、有力な一つが、R31 はハイソカーになっており、GTR はスポーツカーらしくあるべきなので、合わないだぜ。ハイソカー？日本産の高級乗用車のことだぜ。クラウンとかをイメージしてもらえればいいな。クラウンね、でもスカイラインとだいぶ遠いよ。そうだぜ。似ても似つかないはずなんだが、まずは R31 スカイラインは、ボディサイズを肥大化させたり、フォードアセダンモデルを設定したんだぜ。さらに、5連装カセットチャージャーや、カードエントリーシステムなどの豪華な装備を与えたりして、なんとかハイソカーブームに乗ろうとしたんだぜ。似ても似つかないところから寄せようとしても、中途半端になっちゃいそう。その通りだぜ。ハイソカーを求めてる人にもなかなか刺さらず、これまでのスカイラインファンからは強い拒絶を示されてしまう。そこで1987年には方向転換をし、グループ A ホモロゲーション仕様となる GTS-R を登場させ、これを本来のスカイラインらしいスポーツカーに戻していったんだぜ。ただ、それでもやはり GTR を名乗るべきではないということで、R31 では見送られ、R32 でついに復活となったんだぜ。じゃあ失敗作だったんだね。ところが、それも難しいところで、とにかく不人気なイメージなんだが、販売台数は309,716台と、決して悪くなかったんだぜ。これは、ハイソカー化しつつも、安価なモデルも用意したことから、これまでスカイラインが欲しかったけど、なかなか買えない、あるいはスポーツカーすぎて自家用車としては買えないというスカイラインファンが、これならスカイラインを手に入れられるということで買った人が多かったと言われているんだぜ。なるほどね。次は FC3S の RX7 だぜ。サバンナ。そうだぜ。実は1980年代に流行した FC3S のサバンナ RX7 は、サバンナとしても2代目なんだぜ。え、そうなの？そうだぜ。1978年に発売された、初代 RX7 もサバンナという呼称がついていたんだぜ。2代目である FC3S は、1985年10月に発売されたんだが、初代から続いての、RX7 の特徴であるロータリーエンジンや、FR、そして軽い速い低いという高評判を引き継いでいたんだ。さらに、初代では足回りもブレーキもスポーツカーとしてはちょっと貧弱という悪い評判もあったんだが、その改善に成功したんだぜ。素晴らしい改善だね。まだあるぜ。パワー面でも、初代は165馬力に止まっていたんだが、FC3S では、215馬力までパワーアップしたんだぜ。ちなみに、この FC3S の RX7 はプラマンズポルシェとも呼ばれていたんだぜ。プラマンズポルシェ？ああ、この FC3S の RX7 は、ポルシェ944と似ているところが多かったんだ。そのポルシェと比べて、もちろん価格は低価格。ということで、低価格で手に入るポルシェみたいなものとして、プアマンズポルシェと呼ばれていたんだぜ。なるほどね。そして FC3SRX7 はモータースポーツ界でも記録よりも記憶に残るとして輝いていたんだぜ。当時、JSS という富士スピードウェイで行われるレースがあったんだが、80年代後半から90年代前半にかけての主流はさっきの R31 スカイラインと FC3S の RX7 だったんだ。パワー面ではどうしても R31 スカイラインには及ばなかったんだが、高いコーナリング性能、そしてドリキン土屋啓司のドライビングによって、ストレートで離されても、コーナリングで詰めるという激しい戦いでファンを魅了したんだぜ。富士スピードウェイって、一番高速なサーキットなのに対等に争えるなんてすごいね。次は鈴木のアルトワークスだぜ。K スポーツカーじゃないよ。ああ、K だぜ。アルトは1979年に発売された軽自動車で、1984年に2代目にフルモデルチェンジをしたんだぜ。
そして1987年にアルトワークスというモデルを追加したんだが、これが強烈だったんだぜ。強烈？ああ。まず F5A 型3気筒 DOHC12 バルブにインタークーラーとターボを装着し、64馬力、トルクは 7.3kg/m という軽自動車最強ユニットを搭載したんだぜ。ちなみに、この結果、日本として軽自動車の最高出力は64馬力までという自主規制が設定されることになったんだぜ。すごいね。さらにパワーだけでなく、大型のエアロバンパー、サイドステップ、ルーフエンドスポイラー、さらにインタークーラー用のエアインテークが付けられるなど、レーシングカーかと思うような装備だったんだ。さらに内装も、スポーツ感たっぷりの仕様となっていたんだぜ。確かになんか何でも詰め込んで、すごいかっこいいし、軽と思えなくなってきたよ。そうだろ。このアルトワークスの登場、大人気によって、ダイハツのミラターボなどのハイパワー軽自動車ブームが起きたんだぜ。ちなみに、このアルトワークス発売時のキャッチコピーはこれは運転ではない、運動だだぜ。本当にスポーツ感たっぷりだね。次はホンダプレリュードだぜ。お、かっこいいやつ。そうだぜ。プレリュードは、1978年に初代が発売され、平成初期に NSX が登場するまでは、ホンダのフラッグシップ最上位車種だったんだぜ。そして1987年にフルモデルチェンジされた3代目について紹介するぜ。3代目は、ホンダらしい低いエンジンフードと、リトラクタブルヘッドライトを採用し、低く伸びやかなスタイルと、横方向への広がりを感じさせるワイドローなスタイリングでの存在感が大きな特徴だったんだ。おしゃれな車を持っていることが、モテ感のステータスとされていた当時、このスタイリッシュなスタイリングによって、プレリュードはデートカーとして大人気だったんだぜ。女性受けも良かったんだね。ああ。さらに、デザインだけでなく、世界で初めて 4WS という4輪すべてに打角が与えられるシステムを採用したことで、女性受けだけでなく、男性にも人気となったんだぜ。最新技術って興奮するもんね。ああ。ただ、現在のように速度や羊毛面等を感知して作動する高度な電子制御ではなかったので、低速時の挙動には癖があり、運転するにはちょっと慣れが必要だったんだぜ。次は、S13 シルビアだぜ。おーシルビア大好き。シルビアについては、別動画で詳しく解説しているので、詳細はそちらを参照してもらいたいぜ。概要について説明すると、S13 シルビアは、2ドアクーペのみとなり、S12 まで存在していた、3ドアハッチバック仕様は、1ATSX として独立したんだぜ。そしてこの S13 は、さっき出てきた、ホンダのプレリュードに対抗するために開発されたものだぜ。S12 でプレリュードに押されて、販売台数が落ちてしまったからだよね。ああ、プレリュードに勝つためには、女性受けと男性受けの両方が求められる。まず、女性受けのために、デザイン面を考えたんだ。外観もかっこいいが、内装も未来的なデザインにしたり、狙いは当たり、グッドデザイン大賞を受賞したんだぜ。やったね。そして、ホンダのプレリュードは FF だったんだが、S13 シルビアは、低いボンネットのデザインを実現しようとした時に、日産の FF 技術ではそれができず、仕方なく FR を採用したんだ。ところがこれが大当たりだったんだ。当時、FR のスポーツカーが希少な存在となっていたために、男性層、特に走り屋の若者を中心に大人気となったんだぜ。このおかげで、1988年12月には、日本カーオブザイヤーも受賞したんだぜ。すごいね、ここまでの苦労が報われてよかったよ。そうだな。そして人気が出た後も改良は続けられ、1991年のマイナーチェンジでは、ケースが従来の170馬力から、205馬力にパワーアップするなど、走り屋の若者人気をさらに高めたんだぜ。また、女性ユーザーからの要望により、助手席だけでなく、運転席にも、バニティミラーという、あの小さな鏡が追加されたり、女性向けにも改良を続けていったんだぜ。こうして1993年まで販売され、販売台数の累計は302,329台にまで上ったんだぜ。なんとこの2台が絡んで、両者コースアウト、リタイアとなってしまったんだぜ。ということで今回は、昭和生まれ80年代にデビューした渋いスポーツカー10選を紹介してきたぜ。今回の10選って、スポーツカーの中でも、選び抜かれた10選だよね。そうだぜ。今の時代だと、スポーツカーをただ選ぶだけで10足りるかどうかだよね。確かにな。やっぱり寂しいよ。環境や需要の問題があるのはわかるけどさ。そうだな。
まずはかっこよさ、そして走る、運転することの楽しさを、みんなが知ることができる時代が来てほしいぜ。コロナの給付金、スポーツカーをみんなが買えるような金額給付してくれたらいいのにね。それは無理だろ。じゃあ代わりに、シミュレーター乗りに行って、昔のスポーツカーに乗った気分を味わうか。